深夜1時37分の道の駅掛川の様子です。頼まれてへんけどめくっとこ。この自販機はかの有名な茶箱、いやつうか知りませんでした。タバコをモチーフにしたなんかお茶っ葉が多分入ってる自販機みたいです。これは金茶葉、金茶葉みたいです。僕はお雑煮が大好きです。なぜお雑煮は年に1回しか食べれないのかなと思っていたところ、こんなものがあったので今度はぜひ食べたいです。宝くじが当たった人がいるみたいです。宝くじ俺も当たりたい。 これはそう今宵はストロベリームーンな夜です。お月様めっちゃ綺麗です。そして朝ですよ。ご視聴ありがとうございました。長生き、長生き。